1月10日の宇野塾通信をお送りしています。今日は窒素産業の5日目ですね。死ぬほど汚い、なくてはならない。窒素産業は世界を変えてきた。生態系を破壊し、戦争で数百万人を殺し、数十億人を飢餓から救ってきた。今日5日目ですね。これ2週間ぐらい続きますね。結構でかい論文。そこで彼は天然肥料と人工肥料、昨日言ったイギリスのなんとか教ですね。そこで彼は天然肥料と人工肥料の効果を注意深く観察する研究に着手した。ロンドンから北約50キロメートルのところにあるローザムステッド農園で小麦畑を平行に分割し、それぞれに異なる肥料を与える実験を行った。こうして始まった土壌と収穫量の研究。収穫量ですね。量の研究は現在も続いており、世界で最も長く続けられている実験である。10月の雨が降らない晴れた日の午後、10月は雨が降るみたいですけどね、降らない晴れた日の午後、ブロードボークの 4.5 ヘクタールの耕作、これなんていうんですかね、種をまいたばかりの土壌は緩やかな斜面に黒く豊かに広がり、下には溝、上には木立がある。現在のローサムステッドリサーチで農学実験を管理するイアン・シールドは、太陽が低く最近耕され、雨水が残っているため、さまざまな区画の土壌の長年の違いが目で見て分かりにくいことを詫びた。太陽が低くって、ローっていう言葉を使ってるんですけど、太陽の光が弱くということだと思いますけどね。しかし春になるとその差は歴然としている。肥料をどのように与えたかによって食物は大きく育つ。そして最もよく育つのは大量の肥料と硝酸塩を与えたものである。ローズはブロードバルクで実験を始めた時、豊かな土壌に効くという骨と硫酸から作られる飼料の効果に特に関心を持ち、ローズはロンドンの工場で販売するために生産していたのである。ローゼス社がロンドンの工場で製造販売していた。ローゼス社の研究によると、この飼料に含まれる濃縮リンは単体ではほとんど効果がなかったことが分かった。しかしアンモニア塩とともに散布すると収穫が3分の1増加し、農園堆肥と同じ効果が得られることが分かった。ローズは数年後この新聞に次のような記事を書き始めた。これ次のところ次回明日ですね。それでですね、まあ彼は研究では天然肥料と人工肥料がどういう成長に影響を与えるのかっていう研究を小麦畑で行ったわけですね。収穫量がどう影響あるか。で、まあそういう区画の説明がありますけれども、肥料をどのように与えたか、そしてその、天然飼料と人工肥料の関係がどうなのかということで、後ろの方に農園堆肥と同じ効果がですね、ただ濃縮林だけでは効果ないけども、アンモニア塩を混ぜると収穫が3分の1増加して人工肥料と同じ効果が出たというふうなことを、天然肥料と同じ効果が出たということをここでは言ってますね。